レスリングニュークラシックの第一歩はこの2人から始まる。赤コーナー、黒潮二郎。5歳でムーンサルトをやってのけた驚異の身体能力を誇り、昨年12月にプロデビュー。 WNC でトップクラスの空中技を持つ期待の逸材。青コーナー、土井浩二。川崎の強肩として周囲から恐れられていた札付きのワルは昨年11月にプロデビュー。力強いラッシングファイトが武器の若手のホープ。 WNC の将来を背負う黒潮と土井、若い2人はどんな戦いを見せるのか。シングルマッチ、黒潮二郎対土井浩二。